沿着狭长的阶梯一路往下走，深藏在地下18公尺鬼斧神工的浩大工程，让人仿佛置身希腊神殿。这里是日本埼玉县地下水道尾端的条压水槽，容量相当于一座东京巨蛋。日本的地形狭长，中央有山脉纵贯，当山区降雨量大的时候，迅速的向平地漫流，往往会形成水患。この地域はですね、流れがにくい低平地というか緩やかなところなんですね。土地自体が。ですから、浸水被害が起こってた。それを解消するためにこういう放水路を作りました。日本政府13年前斥资2400亿日币，相当于750亿台币，在东京北边的埼玉县地底下建造了全长6.3公里的水道。当暴雨来临，5个70公尺深的巨大力坑同时启动，将洪水导入江户川，排向东京湾，保护首都东京地区不受洪水侵犯。大きな洪水が来て、越流堤というものを越えた水だけがここを入るんですね。ですから普段小さな雨だとここには水が来ないです。号称日本第一的地底防洪系统，完工6年以来启动过69次。除了发挥防洪功能，宽阔的广场平日也是附近居民休闲运动的好去处。在寸土寸金的东京，疏浚洪水的工程通通都要多功能考量。位在新横滨的 Yokohama Stadium， 2002年由日本、韩国共同举办的世界杯足球赛，这里就是决赛场地。除了是世界级的足球场，2004年也成为防范鹤见川洪水的守门员。約40年ぐらい前から、市街化率が非常に高くなりまして、人口がどんどん増えて、宅地開発、工場開発、あるいは住宅がたくさんできることによって、さらに洪水がですね、起きやすい状況になっております。なぜかというと、土地が開発されることによって、雨がたくさん保水力が低くなって、雨がたくさん川に流れる、あるいは早く流れるということで、非常に洪水に対して、脆弱な状況がさらに加わった状況です。今上に後ろに見えるのは、その一つの遊水地、鶴見が遊水地ということで、これは約1700億円ぐらいかけて、完成させた遊水地です。これによりまして、鶴見川の安全度も、かなり高くなったというような状況です。鹤见川流域总长42公里，周围聚集了180万人。官方除了大规模治水，同时也宣导民众在家户内修筑小型的防洪设备，让沿岸4300座大小滞洪池形成绵密的堤防，有效降低水患发生。在全球气候变迁、天灾频传的时刻，日本全民动员的治水观念相当值得借鉴。中央社记者萧博洋、陈博化，埼玉横滨采访报道。